明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い申し上げます。よろしくお願いします。新年あっぱれの時間です。最初のあっぱれですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お盆もずいぶんめでたい感じになってますね。めでたい感じですね。もう角がない。本当だ。富士山晴天最高ですよ。最高の初回になったんじゃないですか。2023年もよろしくお願いします。皆様、富士山あんなに綺麗に見えるんですね。いや今日ちょっとね天気予報だと、はい、曇りとか雨とか、そうなんですよ ね予報だったんですけど、はい、気持ちがいいじゃないですか。はあ、こんな風に見渡せる、うん、そんな場所はどこでしょうか。ということで私たち、はい、ダン一発目平塚市でございます。はい、平塚市湘南地域のこの真ん中ですね、中部に位置します。はい、でまあ、平塚といったら七夕が有名でして、うん、はあはあ、昨年は3年ぶりに湘南平塚七夕祭りが開催されました。うん、そうなんですね。はい、日本でも有名な、はい、日本三大七夕祭りって言われてますね。うん、あと仙台とか、はい、あと一宮とか、はい、仙台は私大学時代過ごしたんですけど、うんうんうん、まあ、普通七夕って7月じゃないですか。そうですね。仙台って8月なんですよ。あ、じゃあちょっと旧暦に近い1ヶ月ぐらいでね、やってるんですね。なんで8月に、うん、大規模でやってましたね。うん、でも平塚っていうとね、もうすぐそこ、はい、箱根駅で走ってたとこですよ。いや、私さっき軽くこう小走りしちゃいましたもん。しちゃったねえ。だから選手たちもあれね、見ながら走ってたんでしょうね。そうですよ。ということで今私たちどの辺りにいるかと言いますと、はい、まあ、駅がねこの辺りにあるんですが、もう平塚海岸この辺りかな、うん、はい、におります。はははは。海も見ていただきますか。海先見ちゃいますか。ね、そうですね、うん、いいじゃないですか。ちょうど走ってる。うわ、なんか青春。部活かな、野球部かな。野球部ですね。野球部だよ。あれは野球部は海岸を走るんだ。うわ、いいな。うわ、待って、こんな青春あります。うわ、いいな。もう向こうからどん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 走ってる。すごいですよ、野球部が。うわ、うわ、新春。これ果てしないですね。どこまで走るんだろう。頑張ってるんだわ。そうですね。うわ、でさっきも見たら、なんですか、これランチ。はい、ランチが、うん、うなぎなんですよ。うなぎ、はい、最高じゃない。そうなんです。新春一発目うなぎ。新春だからかちょっと豪華めにやってるんですよね。はははは。あの平塚は結構こう うなぎだって、うなぎの有名な新鮮な店が多いらしくて。そうなんですか。はい、あ、そうなんだ。ただ今回行く場所は新しいお店になってますね。はい、うわ、嬉しい。はい、じゃあランチも楽しみにしながらやっていきましょう。やっぱちょっと叫びたくなっちゃうね、これね。おあっぱれ神奈川大工事、今年は視聴率 30% 超えるぞ。超えたい、超えたい。超えましょう、超えましょうね。はい、はい、絶対超えるぞ、ね、ということで今日も楽しみにしてくださいよ。あっぱれ神奈川大工事スタート。ちょっと移動しました。はい、我々はですね、はい、海岸からすぐ近くのこの辺りかな、うん、住宅街を歩いております。本当さ、海岸からちょっとしか移動してないのに、はい、静かですよね。そうですね、うん、あとやっぱ晴れてるとはいえ、うん、寒い、うん、なんかキリッとしますね。キリッと冷たいですね、うん、素敵な、はい、お宅が並んでますよ、この辺は。お、ここもすごい、なんかちょっと、あ、何ですか、すごい車ある。何これ、え、何あれ、あ、いらっしゃいませ。何の車ですかね。ちょっと聞いてみますか。聞いてみますか。すいません、はい、ちょっとお話伺っていいですか。はい、はい、何ですか。車すごいですね。ありがとうございます。え、ちょっとあんま見たことないような車が。これ何の車ですか。
これなんていう車なんですか？アメリカの車で、はいはい、シボレーのコルベットと言います。コルベット、ちょっとやっぱ見たことない、はいはい、ね、車のオーナーさんがちょっと色がもうそうなんですよ全部赤で、赤と黄色と、はい、カズレーザーさん以外にもいたんですね、この色合いの方は。キャプテンアメリカじゃないですよね。じゃないです。すごい車。これレンタルショールームなんですか？そうですね、ここはあのレンタルで、はい、あの好きな車をオーナー様が止めて、はい、でカフェとあの融合してます。車とカフェの融合。カフェでもあるんですか？はははは。スーパーカーカフェっていうところで。じゃあこの車見ながら、そうです。ちょっとお茶しながら、はい、うわ最高のひとときを過ごせるってことだ。眺められるっていうちょっと隠れ家的な。そうですか。これもうちょっと近づいてみても大丈夫ですか？今ちょっとメンテナンスです、ね。うわ、ちょっとすみません。これ聞いて大丈夫なのかな？おいくらぐらいするものなんですか？ほらちょっと、まあ、ちょっと、いや聞いて教えてもらいます。まあお家買えるぐらいですね。おお、そりゃそうだよな。買えるぐらいですね。まあ、希少なので、はい、7速マニュアル車って今日本の市場にほとんどなくて、7速で、はい、珍しいです。ちょっとなんかもう映画に出てくる本当のスーパーカー。でここから、ね、高さが変えられます。はい、こんなこともできるんですか？ですんであの後ろのガラス張りのところから、こっちカメか、はい、見ながら食事ができるっていうところ。これもあの私がデザインしてますね、色は。赤黄色が好きなので。ですので名前がサイドミラーの下に入ってます。サイドミラー、なんて書いてある。アスリートショー、ショー、はい、Z07。 これは車種のメーカーのあれです、ショーさんなの？はい、ショーと申します。ショーさん、はい、うわ、こんな感じで。オーナーさん、でも実際普通にこの車乗ってらっしゃるってことですよね？はい、普段乗ってます。外にこれで走ってあることもあるんですか？大注目ですね。大注目ですよね。止まると写真撮られますんで。何者なんですか、ちょっとショーさん。私あの元マラソンランナーで、はい、トレーナーもやりつつ、はい、まあ、カフェとかも経営して、あとこういうデザインとかも自分で、まあ、いろいろやってますね。マラソンやってたんですか？マラソンです。もう地球2周半ぐらいしてます。ベストタイムってどれぐらいなんですか？僕フルマラソン2時間35分で。早っ早っ。で60キロで4時間ですね。60キロ4時間4時間走ってます。信じらんない。本物のアスリートショーさんだ。おアスリートでもあるんですね。車は本当はいらないんですけど、まあ、車が好きなんで走れるから。走れるからね。渋滞なんかしてたら走った方が早いですね。そうなんですね。カフェもいいですか？見ていいですか？オープン前なんですけど。いいですか？はい、サングラス取っていただいて。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、でもスタイルがめちゃくちゃいい。ね、そうですね。背も高いし。背も高い。足も長くて。ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます。失礼します。失礼します。お邪魔します。あ、素敵。あ、中は。いい雰囲気のカフェですね。アメリカンダイナースタイルっていう感じで。あ、いやいや、そうか、こんな風に車が見られるんですね。どこからでも見られるっていうのが、はいはい、うちの。そうかそうかそうか。奥の方にも席あるから、もうどの角度でも見ていいよと。はあ、今ほらやっぱり猫カフェとか、うん、足湯カフェとかいろいろあるけど、車カフェってことですよね。カーカフェ、いいですね。はい、やっぱり車ファンの方なんかは、この車見たって、はい、昨年の11月にオープンしたばかりで、もういろんな方に来ていただいて、はい、いや、すごい、大変ご好評いただいて。そうですか。はい、はぁ、こんな感じで。いや、ちょっとなんか信じられない世界だな。ね、そうですね。なかなかないですよね。カフェだけ、車だけじゃない、両方合わせたので、はい、なかなかない発想だと思います。トレーナーもされてて。そうですね。いろいろありすぎて、はい、もうよくわからないですね。すごいコンセプト。コンセプト、はい、ちょでもそこにデザートもあるんですね。はい、そうなの。一応あのランチとアフタヌーンをメインにしてまして、はいはいはい、こちらあのアフタヌーンのケーキも、あー、うわー、美味しそう。この見た目で作ってるんでちょっとギャップがあるんです。手作りですか？オーナーの。そうです。
え？一応いろいろ修行して見えないですよね。ちょっと待って、手作りしてるんですか？ちょっと何者なんですか本当に。もう何でもやってます。何でもやってる。何でもやってます。え、じゃあこれおすすめを2人分で、それでもいいので。おすすめやっぱりバスクチーズと、はい、ちょっと名前もちょっとキャッチフレーズいろいろ。魅惑のバスクチーズ、至福のプリン、はい、じゃあその2つをいただきますか。はい、ちょっともういいですよ。はい、いいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ちょっとランチ前ですけどもうね。ね、そうですね。行っちゃいましょうよ。もう今日はお正月ですか。はい。でもこれ放送14日だからもういい加減お正月も終わる頃ですけど、ね、ギリギリいいでしょう。はい、いいでしょう。うん。はい。じゃあご準備していただいてる間に、はい、ちょっとメール、メールコーナー来てるってことなんで。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。横須賀市の石坂さんからいただきました。ありがとうございます。あっぱれ毎週楽しみに拝見しています。はい、ところで照井さんは最近痩せておきれいになりましたよね。かなり努力をしているのでしょうか、ということでございます。まあもちろんね、その、はい、努力はもちろんしてるんでしょうけれども、はい、何かやってるんですか石坂さん。はい、痩せたように見えます。あれ見えます。どうしたんですか。いや、私こう何がとは言えないんですけど、ええ、神奈川に来てから 2.5 増えたんですよ。何がとは言いませんよ。何がとは言わないんですけど、2.5 増えたんですよね。あれからもしかしたら徐々にマスクを大きくしてんじゃない。マスクで調節して自分を小さく見せていく。本体を小さく見せようとして。コロナ禍ってそういう便利なことがあったんですね。大きめマスクで。いや、ただ努力できるように、うん、新年からちょっとランニングを始めまして。素晴らしい。はい、ちょっと翔さんには負けるかと思うんですけど、うん、私もちょっと走ってます、うん、これから努力するんで。いやいや、もう経過を見ててください。関係ないですから、増えようが減ろうが、はい、関係ないです。ありがとうございます。バスクチーズと、あ、じゃあ、はい、いただきますか。私、はい、はい、じゃこちらいただきます。わお、私がプリン。はい、うわ、どうぞ。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。朝からすいません、ありがとうございます。あ、はい、はい、ホットコーヒーと、あ、はい、あ、カフェラテありがとうございます。うわ、素敵。はい、そうか、ね、こういう、これをね、車を、こういうことですね。はぁ、うわー、ちょっとこちらさん、プリン、それプリンっぽくない。うん、なんかね、ケーキみたいな、このハード系の、はい、このカラメルもちょっと美味しそう。うん、じゃあいただきます。さっとこういった感じどうかな。いきますね。割と、うんうんうん、はい、割と手応えのある感じです。いただきます。はい。うんうんうん、どうでしょう。うん、どうですか。うまい。大人の味というか、この苦めのカラメルソース、はい、で控えめの甘さ、はい、最高最高最高。あえてそっちも言ってください。続いてチーズケーキ、はい、してるんですね。はい、どうでしょう。なんか濃厚なのに、うん、あっさり爽やかさも感じるような、うん、重くない軽やかな感じのチーズケーキですね。うん、ありがとうございます。うん、ふわふわ生地が美味しい。持ってないもの持ってないんじゃないの、うんうんうん、ないんじゃないかってぐらい。ね、だってそれこそ今の話じゃないですけど、はい、すごい肉体、はい、そうですね、もう毎日鍛えてますね。ちょっとなんかちょっとですよ。ちょっともうちょっと見せてください。もうちょっと見たい。うわすごい。うわ、ちょっと触ってみていいですか。どうぞ。いや、カッチカチカッチカチカチカチ。まあ、私2023年そのお腹目指します。絶対そうなる。頑張ります。目標高く、目標高く、はい、頑張ります。はい、2023年初ランチです。はい、やってまいりました。はい、こちらです。うなぎですね。桜通り沿いの、はい、新しくオープンしたお店にやってきました。うん、なんか縁起がいいじゃないですか。はい、こちらですね、うなぎの心というお店です。綺麗なお店で、はい、早速行っちゃいますか。今日営業時間前に特別に、あ、うなぎ入店をいたします。うなぎ入店です。あ、今日はありがとうございます。やっぱり神奈川大行進です。あ、お邪魔します。失礼します。よろしくお願いします。
ありがとうございます。出演して、はい、うわぁ、綺麗ですね、新しいお店だから。もうメニューも書いてあって、はい、いやぁ、待って、うん、いや、ちょっと値段、うなぎですよね、はい、ちょっと安くないですか？そうなんです。うちは結構こう安い、他のお店と比べたら結構安いお値段でやらせていただいております。はい、だって75、波は1600円ですよね。そうです。安っ。なるほどね。この量であれだ。そうです。へえ。で、定食セットもあって、うん、テイクアウトもあって。テイクアウトもあります。三種類。しまじゅう。来ました。ありがとうございます。あら。はい。わあ。こちら、うな重でございます。ありがとうございます。すごい、うわ、来ましたよ。開けるの楽しみですよ。行っちゃいましょうか。はい、おじいちゃんになんないでしょうね、これ。片手箱じゃないです。煙出てきて行きますよ。はい、おお、これはこれは、でもいい香り。もうすごい香り。なんかお吸い物も、ちょっとこの漬物も。失礼いたします。はいはいはい、こちらまぶし重でございます。まぶし重、あ、こうやって海苔とネギが乗ってるんですね。すごい。で、これ下にうな重が、なるほど、わさびも乗っかってて、あらちょっとじゃあいただいちゃおうかな。はい、いただきましょう。いただきます。はい、よいしょ。うわ、いいな、これは。いただきます。はい、どうでしょう。うわー、大きい。震えてます。それは何ですか、秋葉さん。うなぎになったのかな。おいしい。ありがとうございます。ほわほわ、はい、うん、ほわほわ。でもタレがね、いいですね、甘辛いタレが。はい、うわ、まず最高。そして、こちらはまぶしてあるんですね。わ、あ、ここにもうなぎとネギのいい香りすごいする。海苔も豪華だな、うん、どう顔でわかるでしょ、これは。うん、うん、おいしい。おいしいね。これが美味しすぎる。これでいう得なわけですよね、はい、それぞれ、はい、すごい。だってここなんて、ちょっと見てください。だってここ、うん、これ下にも重なってるんですよ、これ。え、重なってんの。え、ほんと。そう、大きいの二重になってるんだ。これ俺なんかもうご飯もう一個頼んで半分ずつでこのタレかけて食べたいですもん。うなぎってこのタレをかけてかけるの、ね、そうなんですよね、楽しいですよね、はい。ちょっとダメ。どうしてこんなリーズナブルで、うん、そう提供できるんですか。すごいですね。これはですね、このオーナー の、うん、あのこの心というか、うん、企業努力のおかげで、はい、この値段で成り立っております。いいですね、若手から企業努力言葉が聞けるのは、ね、本当に。でメニューはこれ3種類で売ってるんですか。そうです。はい、へー、すごい。あ、でもそういうのも安さにつながってたりするんですかね、そのメニューを絞ってというか、うん、はい、はい、うん、うわ、いや、でもいらっしゃいませ。 あ、ありがとうございます。オーナー、オーナー、ありがとうございます。わざわざすごく美味しいですね。いや、嬉しいですね、はい、本当に最高ですね、リアクション最高です、うん、ありがとうございます。ご飯も美味しいし、今年一発目のランチなんですよ。あ、そうですか。はい、もう最高のランチいただいてます。いや、嬉しいですよ、うん、本当に。オーナーはこううなぎのお店をいろいろ経営されてるんですか、うん、いやいや、もともと美容のエステティックとかやってたんですけど。エステティック、はい美容家転身されて。そうなんですよ、転身で、まあ同時にやってるんですけど、はい、両方やってるんですか。はい、はあ、またここのね、はい、うなぎ激戦区の平塚に出そうっていう、うんうんうん、まあ、それはあまり考えてなかったなんかいろいろ戦略があるのかと思った
エステティックデータ、やっぱ美容はやっぱりね、はい、最終的な食って思いましたので、はい、なるほど、なるほど、はい、確かにうなぎ食べたらもうツヤツヤになりそうですもんね、なりそう健康になりそう、健康に綺麗に、うん、ツヤツヤですもん、なんか本当だ本当だ、皆さん肌ツヤがいい、ありがとうございます、うなぎ食べてますか、はい食べてます、毎日食べてます、毎日いやでも変な話、うん、このお値段だったら、はい、なんかこう気兼ねなく来れるというか、はい、そうですね、そういう文化にしたいなと、はい、小さなお子さんもね、はい、食べてもらえるようにリーズナブルで、普段のちょっとした贅沢にこのうな重をっていうことですね、はい、いやこれはこれから繁盛しちゃう、繁盛しちゃう、ちょっともう一口言っていいですか、どん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 言ってください、我慢できない、いや本当に美味しいんだよ、ね、肉厚だしがっつりいってください最高、うん、移動してまいりました、はい、商店街ですね、公園通り新中会という、うん、商店街に移動してまいりまして、いいですねこういう商店街も、はい、もう七夕飾りはもうそのすぐ奥の方でやってるということで、はい、夏はそうなんですね、で場所で言うとこのピンクの星マークのあたりになりますね、じゃあ駅のそばだ、もう、はい、近づいてきました、ね、カフェもうなぎ屋さんも、はい、最近できた新しいお店なんて言ってましたけど、はい、やっぱりこういうね歴史のある商店街いいですよ ね、 ですね、この通りは結構古くからやってるのかなっていうようなお店がね、うん、多いですね、すごいもういくつもお店があって、うん、あ、かわいい、笠屋さん、笠屋さんね、笠屋さんってもうあんまりもう見ないでしょう、入ったことないかもね、はい、確かにもうここ何も俺コンビニでビニール傘を買うぐらいしかないかもしれない、私ももうビニール傘しか持ってないので、これ一本持ってたらおしゃれよ、こういうのお邪魔してみます、ここね歴史ありそうですよ ね、 ね、あもうお客さんもいらっしゃる、本当だ、大丈夫か、うん、こんにちは、すいませんこんにちは、すいません、あっぱれ神奈川大行進なんですけれども、はい、ちょっとお邪魔しても大丈夫ですか、はい、ありがとうございます、失礼します、よいしょ、へえ、うわ、え傘当たり前ですけど傘こんなに見たことないです、はい、素敵、専門店ですので傘ばっかりで、もう何年ぐらいなんですか、今年で55年になります、55年、はい、はあ、歴史ある、ね、もう柄もおしゃれで、はい、こういうの一本持ってたらね、そうですね、もう一生ものです ね、 いいですね、確かに、はい、一生ものですね、はい、どういった傘を置いてらっしゃるんですか、うん、そうですね、なるべくこだわりを持った傘を日本製を中心に取り揃えておりますね、はい、なるほど、はい、ちなみに例えばこの辺だと一本、はいおいくらぐらいするものなんですか、リーズナブルな1000円の傘から、はい、まあ、この辺りだと2万3万ぐらいですね、そうです幅広く、はい、もうやっぱり生地とかそういうのも全然違うわけですか、そうですね、まあ、生地、骨あと、まあ、職人さんの手作りとなるとやっぱり手が違うのでね、はい、いやいいな、手作りしてるものもあるんですか、このお店で、そうですね、うちでオリジナルで作ってるのはこちら子供用の折りたたみの傘なんですけど、はい、折りたたみ手作り、はい、1年生で上がった時に簡単に開け閉めできて、で壊れず丈夫 で、 で長持ちするもの、はい、確かにこれぐらいの大きさだったら子供でもね、そうですね、簡単に持てますもんね、はい、名前も入れられるんですね、はい、いい、うちはここにね皆さんサービスでお名前を取って差し上げてるんで、はい、へえ、こういう感じで使いやすそう、簡単に、でもなんかちょっとやっぱりしっかりしてる音がする、そうですね、骨8本あるので折りたたみ傘すごく丈夫ですね、ちょっと持ってみてもいいですか、どうぞどうぞ、あ、なんか普通の折りたたみ傘よりも、はい、なんかねグラグラしないというか、あ、本当だ、なんか分かります、ピーンとこう一本線が通ってるような、う、ね、はい、うん、しかも軽いですね、はい、小学生でも使いやすそうな、はい、使い勝手がいい傘ですね、これすごく人気があって、高校生になっても使ってますみたいな方もいらっしゃいます、なるほどね、奥の方はどうですか、どうぞご覧ください、すごいすごい、カラフルで、はい、こんなに綺麗な柄があったらもう選べなくなっちゃいますね、ね、
すいません、お邪魔します。あの辺とかなんかちょっととっても面白い。はい。あら、蛇の目ですか？何ですかそれ？はい、これはね、蛇の目ですね。ああ、そうなんだ。はい。わあ、こんなの持ってるんですか？うわ、綺麗。ああ、いいですね。綺麗ですね。あら、神さんって感じ。はい、どうぞ。ありがとうございます。これを？え、どうやったら開けるんですか？あ、普通に。くるくるって今やってましたよ、ちょっと。そうですね、ちょっと、あ、そうですね、うん、はい、それでひゅーっと、おー、はい、開いた、こうやって、すごい、こう、あ、いいですね、はい、平安どうですか、これ平安時代にはないか、さすがに。いや、でも傘ってだいぶ古いですよね。そうですね、あの、うん、歴史はありますよね、うん、昔は高貴な人が使う。そうですよね、はい、いや、でも傘って本当に、はい、何年もこの形ですもんね。そうですね、そうです、形はもう本当変わらず、変わらないですよね、はい、よく時代劇なんかでも、はい、なんか内職でこうやってね、傘張りね、傘張りやってるのも、ね、要はこういうことですもんね。そうですね、雨の日大丈夫なんですか？雨はもうもちろん、あのすごく雨音がいいですね、はい、パラパラパラっと、はい、ぜひ使っていただきたいですね。何も持ってるんだ、はい、面白い、 ありがとうございます、はい、こさっきね、はい、これとかもすごい柄、はい、綺麗ですね。あ、はい、こちらはね、私一応傘職人でして、はあ、あの傘を仕立ててるんですけど、はい、これ着物から作ったんです。 え着物、はい、使っていいですか？あ、どうぞどうぞ。あ、本当だ、はい、傘、はい、あのシルクなので、はい、日傘になるんですけれども、はあはあ、とてもね、あのシルクは日差しを遮って涼しいということで、じゃあそのもう着なくなっちゃったよとか、そうですね、なんかこう、はい、ね、うん、あのおばあちゃんの形見を、うん、あのお孫さん2人に分けるとか、そういう形で、うん、あのリメイクしてるってことですね、はいはい、ご注文いただくことがありますね。へえ、綺麗ですよね、色も、色も素敵、色もって傘になるんだ、ね、なります。手作りしてるってことはこういう、はい、例えばこういう絵みたいなのも選べて、あ、そうですね、はい、パーツもあの選んでいただいて、なるほど、 あっちにいっぱいあるんだ、はい、本当だ、本当だ、下がありますね、あ、そちらで普段は、はい、ここで作業されて、ここで、はい、これが傘作りのミシンになります。ミシン、どんな感じで作るんですか？はい、傘ですか、はい、あの型があるので型紙を、はい、あ、こういう、そうですね、はいはいはい、はいはい、これをこう縫い合わせる形になるんですけど、形はもうほんとシンプルなんだ。そうですね、で、まあ、縫うとこういう、これが、これが縫った状態、そうですね、で、骨を組み合わせる、組み合わせてね、で、そのミシンが今も現役なわけですか？現役です、はい。それ足で踏むやつですよね？じゃなくてね、あの、あ、モーターなんですけど、はい、あの一本糸のミシンでね。またそのミシンもかっこいいな。ね、可愛、ね、いですよね。可愛らしい。はい、レトロ。レトロですね。本当、はい。ちょっと作業してるところ、はい、見たいですもんね、これ、ね、はい。そうですね。うわ、こうやって作ってるんですね。はい、うん、楽しいなこれは。あと、あのさっきからすごくいい香りがするんですけど、はい、それって傘関係あります？えっとですね、はい、こちらですね。はい、こう傘、雨の日に雫で困ったこととかありませんか？あります。あの電車の中とかね、車乗ったりとかね、はい、で大事な傘を手元に持っていきたいけどっていう時に、これ濡れ傘入れなんですけど、すごいバラの香りがするんですよ、はい、なるほど、あ、えしますよね、はい、うん、はい、これね、あの、うん、平塚ってバラが結構あの農家さんいらっしゃるので、そのバラの香り と、 あと匂いをこうカプセルに詰め込んで印刷するという、匂いを印刷する、はい、あの日本カプセルさんっていう会社と、でうちとで、うん、あのこう共同で作った、これもオリジナル商品もあるんですね、はい、じゃあもうこれをスッと入れとけば、そうですね、お香袋みたいな、いや、それにもなるかもしれないね、はい、カバンに忍ばせておいて、はい、傘濡れた時にこう、シュッとこう入れていただく、あ、でも雨の日が楽しくなりそう、これは、そうですね、ね、はい、ちょっといい香りですね、エチケットにもなりますし、ちょっとなんか気配りでね、優しい感じで雨の日を楽しんでいただけたらと思いますね。ちょっと一本どれか見ていこうかな、ぜひぜひ、はい
移動してまいりました。はい、平塚駅の北口にやってまいりました、うん、大きなロータリーですね。はい、やっぱ土曜日ということもあって結構ね人もたくさんいらっしゃいますね。そうですね。で、まあ、平塚駅の北口といえばですよ、うん、はい、ご覧ください。うん、こちら平塚市民のソウルフードとも言われているそうなんですね。はい、鶴屋製菓の宮古まんじゅうを私たちも食べませんか。行っちゃいましょう。いや、私これね何度もいただいたことあるんですけど、おいしいんですよ。はい、おいしいんです。お正月から鶴なんて最高じゃないですか。もうそうですね。へえ、あれだ、あの小さい、うんうん、なんでしょう、小さいこうカステラ生地の中に白あんが入ったみたいな、うん、白あんなんですね。はい、うんうん、今ね奥では詰める作業もしてらっしゃいますけど。本当だ、詰めてる。はい、じゃあ焼きたてを今本当に。そうですね、もう焼きたてですか。焼きたてです。焼きたてだ。いい香りがする。焼いてる。本当だ。え、どうしよう、何個入りにしようかな。20個、うん、どうしよう、買えますかね。やっぱり外に匂いますよね。いい香りしてますよ。結構これで皆さん匂い誘われて、地元の人でもやっぱり匂いで、はい、え、また20個でもこの値段なんですか。そうなんで、1個は42円なんです。42円。42円です、1個。え、この今何でも高い時代に42円。これでもちょっと値上げしたんですよ。値上げして、値上げをして420円。そうです、その前が380円。はぁ、企業努力。今日2回目です。今日2回目の企業努力。2回目ですね。ちょっと20個入りいただいてもいいですか。いいです、はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ皆さん、あ、はい、あったかあったかい。あったかいです。あ、本当にあったかい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと横ずれてね、こちらでいただきましょうか。失礼しましょう。え、はぁはぁ、この辺でいただくか。はいはいはい、はいはい、開けましょう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 。今包んでいただいてね、すぐですけど、はい、あ、あ、ここでも作ってるんだ。うわー、焼いてる目の前で。生地を入れて焼いてっていう、はい、これずっと見てられますね。はいはいはい、それが作業好きだな。こうな、ズボン、こちら、あ、かわいい、かわいい、刻印かわいい、かわいい。そう、これ何個も刻印の種類があって、うん、あ、本当だ、違う、はい、で時々入ってるんですよね。これ平塚のキャラクターですね。ね、あ、はい、これ、これなんか平塚って、はい、あ、全部違うんだ。可愛らしい。いただきましょう。いただきますか。はい。はい。はい、では、あ、危ない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 。積もってます。はい、どうぞ、あきらさん、はい、お先にどうぞ。はい。失礼します。すごい、あったかいし、結構ずっしりしてるから。うん。うわ。いただきます。あ、はい、あ、いい香り。いただきます。うん、あ、美味しい。これ何個もいっちゃうやつだ。ねえ。さあ、ごめんなさい、うん。お互い持ち替えて、うん、ありがとうございます。すいません。ね、よし、じゃあいただきます。いただきます。あ、これいいや。あ、この柔らか生地に、うん、程よい甘さの白あんがもう本当に美味しいんですよ。美味しい。美味しい、最高。あったかいのが何よりも最高。この大きさ最高じゃないですか、はい、あ、あ、すいません、今ちょっとお邪魔しております。ありがとうございます。いただきましてね、美味しいですね。ありがとうございます。今まさにここで作ってるんですね。そうですね、はい、うわ、すごい。これなんかずっと見てられますね、このくるくるって回ってるの。せっかくでしたら中です。いいですか、はい、あ、すいません、じゃあちょっと失礼します。お邪魔します。お邪魔します、ありがとうございます。あ、すごい。ああ、この小さな工場。あ、いい香りですね。あ、本当だ、焼きたてのいい香りが、うん、あ、ここすごい、ひっくり返すのも。何ですか、ひっくり返してる。あ、本当だ、ひっくり返してる。あ、そうか、鉄板になってるんですね、この下が。そうだ、へえ。でもあそこでピューって、はい、生地が出てもうここに来るまでこんなに膨らんでるんです。そうなんです。めちゃくちゃ暑いってことですよね。暑いですよ。触っちゃダメですよ。触っちゃダメ。触っちゃダメですよ。大やけどですよ。振りじゃないでしょうね。振りじゃないです。絶対ダメですよ。絶対ダメですよ。え、でもこの焼き印って、はい、たくさん種類ありますよね。何種類あるんですか。そうです。今もう50種類くらいは。え、50？50 種類？そうですね、はい。ああ、
今これ焼いてるのがあれですか。そうですね、これが刻印の火が入って、はい、これが今お正月なんで、はい、ちょっとこうおめでたそうな、これお正月。そうなんです、僕お正月の刻印のやついただきました。ありがとうございます。そんな軽いタッチで焼けるんですね。そうですね、焦がしてるだけなんで、あんまり置いていくと真っ赤っけになっちゃうんで。本当だ、ここに国旗持って広がるなんだ、はい、かわいい。なんかこうたくさん買って何個か入ってるっていうのがこうレア感があっていいですよね。でも1日何個ぐらい焼くんですか。それ言うと売り上げがバレちゃうんで。あ、そうだ、1個42円ですもんね、とか分かっちゃう。そうか、でも結構年末年始は駅前ですし、たくさん買っていく方もいらっしゃったじゃないですか。そうですね、帰省されるお客さんとか、そういう人らがよく買っててくれましたね。でもやっぱ平塚の方はね、これ食べたら帰ってきたなとか、やっぱ地元だなって思い出すんじゃないですか。そうですね、もうずっとここの駅前でやってるんで、通る人とかがよくそう言って買っててくれます、はい。こちらにお店構えて何年ぐらいですか。もう昭和30年頃の創業だそうなんで、もう67年とかそのくらい。すごい、こちらも老舗ですね。このガッてこの刻印入れた時の焦げたいい香り、いいですね。匂いします。うん、します、します。外とここではまた一つ香りが違いますよね。本当に今ここで作ってるんだって感じしますね、今できたこの香り、焼きたて感が感じられますね。すごい、いいな、楽しい。いや、せっかくですから焼きたてでもどうですか、はい。さっきも結構暖かかったですけどね。ちょっと暑いですけど。暑い、え、暑い、暑い。やけどしないように気をつけて。すいません、本当だ、暑い、暑い。じゃあちょっと、いただきましょう。いただきましょう。いただきます。あのね、生地がさっきはふわふわだったけど、ちょっとカリッとしてますね。そうですね、焼きたては。なるほど、なるほど。焼きたて変わるんだ。あの、サクっていう感じでね、香ばしい香りもね、はい、そう、作りたて全然違う。さっき言ってたこの焼き印の香りが、そう、焼いた香りがすごく広がります。最高、はい、美味しい、ありがとうございます、ありがとうございます。なかなか入れないですよ。そう、いい年になるぞ、ちょっと移動してまいりました。はい、宮古まんじゅう美味しかったんですけれども、うん、この辺りにも美味しそうなものがありますよ。またこの商店街もいいですよね、はい、もうすぐ近くの商店街で ね、またお正月のぼんぼりなんかもあって、あ、ね、夜はこれピカピカ綺麗なんでしょうね、うん、上の方ね、参道なんでしょうね、ずっとね。本当だ、そうですね。でね、前回去年か、はい、去年ね、そちらのお店にね お邪魔したんですよ。キッシュ専門店、トルネラパージュ。そで、うん、その時に須藤ちょっとその時は通っちゃったんですけど、はい、こちらのさつま揚げ、わ、ここまた歴史ありそうです。だって大正12年って書いてますもん。でこちらのお店、はい、ちょっとお話聞いたら、はい、前にあっぱれ来たことあるっていうね、ほうほうほう、おっしゃってたんですよ。あら、あ、こんにちは。こんにちは。明けましておめでとうございます。お邪魔します。あっぱれ、ありがとうございます。去年この前通ったんですよね。前回通って、そうですね、その時にあの、そう、お隣に出させてもらって、はい、で後ろにね、ちょうど当時の、あれの色紙がありますね。色紙があるんですよ。うんうんうん、もう10年以上か。2011年。はあ、その時もね、美味しそうだなと思ったんです。これ待って、美味しそう。いや、確かに今日散々食べてきましたけど、いや、もう今日正月だからいいっしょ。それでもね、食べたい。うわうわ、いろんな種類あって、何種類ぐらい作ってるんですか。その時によってかなり季節によって違うんですが、かなり今ここにあるのは定番。定番メニュー。はい。あ、もうこのままで食べても美味しいし、それこそおでんとかね。はい、うんうん。すぐつまんで召し上がれる方の方が多いみたいな。なるほど、なるほど。もう創業が大正12年。ね。だいぶ長いですね。ちょうどもう100年になりますね。100年。はあ、すごい。クリも続いてるんだ。詰め合わせなんかもいいじゃないですか。はいはいはい、こんなのもあるんですよ、当時ので。何ですか、はいはい、当時はこういうもので、うん、こういうのが、あ、製造許可証みたいな。紙じゃなくこういう木で、ね、数字も漢字で、秋蔵さん、
はい、修造さん、さな、秋蔵さん、はい、あ、それで中秋なるほど、すごい歴史これ見てると、カレー団子とかって珍しくないですか、これ どういう、そうですね、カレーはカレーは珍しいってよく言われます、ね、おうずら巻きとか、いろんなウインナー巻きとか、エビ巻きとかも、そう、あれですか、裏ですぐ作ってる、はい、1日何回かに分けて製造、様子見ながら製造して、まあ、その日のものはその日に売り切るような感じにしてます。なるほど。ちょうど今ね、4代目が奥で作ってますけど、ご覧になりますか。いいですか、はい、じゃあそちらから、クイッと待って、はい、はい、ありがとうございます。今見えてるのが4代目かな、4代目だ、あっ、いや、どちら、失礼します、あっちですか、あちら、あ、はい、こちらかな、はぁ、あ、今日ちょっと裏側を、ね、いいですね、見られますね、楽しい、うん、あ、どうぞ、ありがとうございます、失礼します、失礼します、お邪魔します、あ、いい音、上げてる音が、上げてる、いい音、え、こういうところで上げてるんだ、今何作られてるんですか？今これチーズ巻きです。チーズ巻き、はい、おいしそう、またその油がいいお出汁出てそうじゃないですか。あれ 4代目ですか？そうです、あ、長くお店を守ってらっしゃる、ね、もう100年っておっしゃってましたけど、すごい、いや、でもこれさっきね、キャビンさんも言ってましたけど、カレーの説明とか、はいはい、ああいうのってこうだんだん新しいものでちょっと作ってみようとか、新商品っていうのは結構常に考えられてるんですか？そうですね、目先を変えるっていうか、ずっと同じ商品でもマンネリ化しちゃうんで、こうちょっとこうたまにはこう木を照らったようなものも作るんですけど、なるほどね、はいはい、そういう変わり種みたいなのはいつ頃から作り出したんですか？もう先々代の頃からずっとあるやつもありますし、はい、そういう努力があっての4代目なわけですね、はい、100年ね、まあもう僕なんかついてるだけですから、いや、そんなことない、本当に大したことじゃないんですけど、ついてるだけって簡単に言いますけど、いやいや、本当に大変ですよ、いやいや、でもないです、結構これ夕食時とかお客さんものすごく来るんじゃないですか、ね、午前中に買いに来られて、はい、こう引き込まれるって方が多いので、はぁ、はぁ、午前中は結構忙しいです、午前に混むんですね、はい、おでん種で仕込むんで、なるほど、はい、なるほど、なるほど、はい、そっか、そっか、そっか、今これチーズできましたんで、どうぞ、できました、もし、良ければ、本当に揚げたて、はい、マジかよ、最高じゃないですか、チーズのさつま揚げって食べたことないですね、すごいすごい、これ熱々なわけですよね、熱々ですよ、ちょっと、あ、これ今なんか冷やしてるんですか、いや、冷やしてるんじゃなくて、うん、すぐ食べたら、あ、熱いですけどね、あ、はい、じゃあ外でいただきますか、あ、はい、時間がないんで、あ、すごい、あ、あったかい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 、あらららら、うわ、なんかこのあったかさのさつま揚げは初めてかも、はい、ちょっと熱々、じゃあちょっと熱々で一口いただきましょう、あ、もう匂いもすごいいい香りがする、うわ、今のね、だしの効いた油が染み込んで、はいはい、熱々すぎないかな、大丈夫かな、熱々、じゃあ行きましょうよ、はい、あったか、いただきます、はい、これも作りたてだ、うん、作りたてばっかり、嬉しい、もう熱い、危ない危ない、熱い熱い、危ない危ない、チーズがやばやば、またこのお魚の味が美味しい、ありがとうございます、チーズとろっとろ、うわー、おいしい、これチーズとさつま揚げめちゃくちゃ合いますね、うん、そしてこれ多分今熱々で食べてるから、うん、なおのことこのチーズがよりトロトロトロっと、うん、そうなんですよ、してるんでしょうね、やばいんですよ、うわ、おいしい、これおかずにもなるし、お酒のあてにもなるし最高ですね、
ありがとうございます。だってこうやったらトローって出てきそうですよ。気をつけてくださいね。おいしい。ありがとうございます。魚もいいですね、プリプリ。ね、うんうん、うわ、なんて衣装がつなんだ。今日はたくさん食べましたね。いただきました。はい、でも老舗からこう新しいお店もバランスよくというかね、たくさん紹介できましたね。うん、今年も1年頑張れるぞって思いましたね。はい、そっか、今年1年頑張るための蓄えを、ね、今回いっぱい食べることでしたということですね。いやでも今日は天気も良くて富士山も見えてね、はい、海からスタートして、はい、いやでも本当にこうやって見ると、うん、なんかいろんなお店がね、新しいところから古いところまで、いい街でしたね。本当に良かったですね。これさっきのカレー団子、もしよかったら食べてください。私が最初に気になった、はいはいはい、カレー団子。カレー団子です。ありがとうございます。食べてみてください。最速したみたいです。美味しそうとか言っちゃったから。カレーの香りがもう、はい、してますよ。うんうんうん、あ、結構辛いですね。口に辛さ広がります。うんうんうん、うん、あ、おカレーと合う。カレーと合う。さつまいもカレーと合う。おでんに入ってたらちょっとスパイスになっていいかも。おでんに入れちゃうとダメです。あ、ダメなんですね。ダメなんですね。もう全部おでんの、あのカレーになっちゃう。そうか、それぐらい強いんだ。そうです、そうです。そうなんですよ。来週も見てね。